この漫画が熱い。うん、今回のテーマは新学期から読みたい青春。もうなんかテーマ厳しくなってきてませんか。ちょっとなんかね。今いさんなんかありますか。まあ青春じゃ青春だけど、あの僕と一緒読んで。あ、僕と一緒？はい。僕

もうどっちもね家なくて、はい、なんかこう家飛び出しちゃって、うんうん、このスゴはく夫っていう小学3年生の弟と一緒に家飛び出しちゃってるんですけどはい、はい、でもももう家なないい状態みたいな、うん、で糸金はなんか昔いじめられてたかなんかではい、はい、むちゃくちゃタトゥー入ってるの。なんか <laughs> どういう <laughs> 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 なんと何の仕打ちなんですかその、うん。これがあのやこっていう女子高生の、はい、利用室やってる女の子の家に居候するみたいな話なんですけどねこれのね、俺の一番好きな回があって、はい、村田真理子っていう女の子出てくるこの子、ひとっきが川で釣りしてたら、はい、この硬化したみたいなとこにいてはいはいはい シンナー捨てたのよ <laughs> そうなんか袋持ってんなって思ったんだよなシンナーを取り上げるわけ、はいうん、君に足りないのは愛情だみたいな感じになって、はい、なんか急になんか抱きしめてあげるわけ糸金、はい、が、うん、そしたらなんかこう気に入られて、はい、付き合うことになるのよんんえー、そんなことある、うん、急になんか糸金に彼女できたみたいなすぐおもなんかふざけんなみたいな感じになるんだけどそしたら 私の家で一緒に住もうみたいに言われて<ら>村田真理子がね真理子のなんかアパートみたいなところで<ー>なんかきん一緒に住むことになるんだけど、はい、むちゃくちゃ病んでてこの子が<ぁ>まあ一緒に住むから彼女だしんかそういうねこともするのかと思いきや、はい、なんかこう寝る時に、うん、あの胸に手当て,させるた当てさせられるだけで、はい もう、あ、その後何もさせてもらえ。えないひどい。うん、そうなんだ。どういう。なんか生殺し状態みたいな感じなんだけど。<laughs> <ー>で、一緒に住んでんだけど。あの、まあ、すぐおたちと。はい、あの、まあ、会いたいから。まあ、行くじゃないですか。はい。そうすると。この子が来て。なんで家にいないのみたいな。<laughs> ブチ切れるの。すごい束縛ですね。それうん、村田真理子が。家出るときに。なんか制服で出てくるわけ。 聞くとこによると学校を辞めてるはずなのに、はい、制服でで出てくわけほう、うん、なんでだろうそしたら売り,売りやっててなんかそのもともと担任だった先生とも関係があるんだけどそのもともと担任だった先生には、はい、ノーギャラでさせてるみたいな状態になっるの <laughs> <な>んか <laughs> とんでもないなんかやばい子だったの本当にすごいですね。最終的に 逃げ出すすんですけど、はい、最後逃げ出そうとしたら、はい、なんか包丁持ち出してなんか刺すみたいなシリアスなシーンなんだけど最終的に逃げてきた時にイトキンがバーってこうねスーーたちの家に帰ってくると、はい、ケツに包丁刺さった状態で帰ってくるんですけど,けど <laughs> <laughs> そのこの回が俺めちゃくちゃ好きで面白い、ぶっ飛んでますね、うん、もう一人なんかイケメンの男の子がいてはい、はい、その子も言えなくて。うん なんか俺たちでな何か商売できないかみたいな感じの,の時に女性用の風俗やろみたいな感じなんで,なんか <laughs> で電話をかしてでまあとんでもない人からかかってきたりとかするんだけどその,このイケメンの人だけなんかめちゃくちゃ金持ちの美人からかかってくるん <laughs> てで、まあ、んでかかかって言ってでも童貞だから、うんはい、え なんうん、みんな童貞だけどみんなだから、はい、大丈夫かなとか思いながら行くんけどですめっちゃ可愛い人が出てくるなんかお茶とか出されてえど,どうしようかなってなんかドキドキしてるんだけど <laughs> その人がじゃあちょっと準備していきますねって言ったら出てきたらもう本当にねあのもう全身のポンテージみたいなねをうちっと。 おもちゃみたいに持ってて「ううはい、ドレス女王様」みたいな感じで出てくるの。で最終的に戻ってきたら「どうて卒業できたか?」みたいな話になるんだけどそのねイケメンの子に「はい、卒業できなかったよ」って「処女は卒業したけどね」って言って <laughs> <え>終わんだけど。<laughs> 面白かったんだよね。うう <laughs> ちょっとわ <laughs> かんない。わかんない、うん。どういうこと？<laughs> いやなんかそのめちゃくちゃだからその、はい、あのそのおもちゃ的なものではい、はい、取られちゃったのめっちゃ。ああそういうことか。そう。あはいはい。っ <laughs> 泣きながら帰ってくる。どういうね着地おかしくないですか。どういう話なの。 岩井さん、これ本当に新学期に読んでほしいですかいや、なんかね、これ,これワクワクしたんだよななんか、ちょっとエッチだしさ <laughs> あー、そっかそっか<ー>こういう青春もなんか、みんな一応14歳だし、はい、なんかこうね、待、うん、ってこの14歳がこのまあ女子高生の家に一緒に住むっていうのもちょっと、ね、はい、はい、確かにちょっと夢ありますね,ね、うん、ちょっとまあも <laughs> <laughs> うん、ね 新学期っていうか、マジで全然新学期じゃないですよね。新年度か。新年度。新入社員に読んでほしい。まあ大学生とかだったらいいですけど。あ、そうですね。大学生もおすすてればね。はい。ということでございます。はい。ということで岩井花束のこの漫画が熱い。またお会いしましょう。セナ。私という小川葵が原案を務める漫画マンホール戦記葵が。 無料漫画サイト週刊コロコロコミックにて連載中でございます私のマンホールイがたくさんたくさん詰まった作品になっていますので皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします見逃し配信はティーバーアベマでチャンネル登録もお願いします